く全員の度肝を抜いて私の走りを目に焼き付けてやる。4番人気は9番成田大臣。ライバルたちは強力ですが放送を期待したいですね。8番人気1番ミスター CB。 ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。9番人気は2番オグリキャップ。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。5番人気は3番ミスター CB。 ライバルたちは強力ですが放送を期待したいですね。1番人気は4番第一ルビー。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。7番人気は5番大宅ヘリオス。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。6番ニホノブルボン2番人気です。7番サイレンス鈴鹿6番人気です。これ以上ない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。勝ちは十分に狙える3番人気8番成田大臣。4番人気9番。このレース最も人気を集めているのはここまで無敗二冠馬娘第一ルビー1番人気です。続く2番人気は二冠馬娘ミホノブルボン。注目のここまで無敗三冠馬娘9番成田大臣8枠9番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは大宅ヘリオスサイレンス鈴鹿ニホノブルボン。期待通りの結果を見せるか。1番人気第1ルビー先頭をかけます。大宅ヘリオスサイレンス鈴鹿と大宅ヘリオス序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。先頭から後方まで縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。先頭はサイレンス鈴鹿が三振で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は大宅ヘリオス3番手にニホノブルボン4番手9番成田大臣離れてオグリキャップ。そしてその後方には1番ミスター CB。 大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ちかされた。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。9番成田大臣前を狙っているぞ。ギリギリ詰める大宅ヘリオス。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはサイレンス鈴鹿。飛び込んできた9番成田大臣400を切りました。逃げるサイレンス鈴鹿9番成田大臣ここで上がってくる。見事なドボン抜きを見せる。残り200先頭は変わらず。サイレンス鈴鹿9番成田大臣久保吉田9番成田大臣完全に抜け出した。やりました。9番成田大臣見事先頭でゴールを駆け抜けチャンピオンズミーティングマイルを制しました。勝ったのは9番成田大臣2着サイレンス鈴鹿3着に入ったのは3番ミスター